あ、そう、それで音楽がどんだけおセンチかと、うん、いうことなんだけど、でも徳橋さんの音楽はおセンチ出してないでしょ、うん、でそれには理由があるんだっていう話も聞いたり、うん、自分はおセンチじゃないを、まあ、むしろ出さないんだと、うん、じゃあそれを今度おセンチに作ったらどうなるんだと。そうね、あのね、話いっぱいある俺、それに関しては、うん、いっぱいある、うん、ありすぎてうまく伝わらないかもしれないんだけど、まずさっきの話に戻ると、はい、音楽以上にセンチメンタルなジャンルはないっていうところから話を始めたいんだけど、音楽ってものすごい気分なものだと思うのね。気分に作用するもので、香水に近いよね。うん、うん、そう言っていいと思う。で、なんかこうアトモスフェアを持ってて、っていうことなんだけど、はい、これがまた俺の小心者と言われていいし、必死っていうか、そのある種俺の立ち位置に通じるところがあるんだけど、例えば現代音楽とかっていうフィールドにとっては、それをなるべく忘れようっていうんじゃないんだけど、それなかったことにしてみようみたいなことが、案外そういうことを喋ってる人はいないんだけど、そうじゃないものとして捉えていこうっていうことがあるわけだよね。ベートーベン的な構築性ってこと？構築的な部分。だ、うん、じゃあちょうど今日ベートーベンの話をさ、うん、ほら CD の話したから、うん、そこまで戻ると本当にまた飲み屋の話戻っちゃうからいいね、うんうん、今日はベートーベンの話をちょっとした、はい、その時に、うん、あのベートーベン聞いた時に、うん、例えば運命ね、うん、ダダダダンって聞いた時に、うんうん、元気が出たとか、あるいはまあ何でもそれはもう自由連想でいいんだけど、なんだったらドライブにあったとか、まあその当時の人はドライブないんだけど、馬だけど、なんなら馬に惹かれたような衝撃を受けたととか、馬に噛まれた、まあ何それさっきの話、まあとにかくベートーベンの運命に対して何かしらの感傷を持ったりとか、センチメンタルを持ってもいいし、何かを想起してもいいんだけど、それは低い見方だっていう見方がやっぱりあるわけね。徳田さんの中で違う、うん、それ最後に聞いてもらわないと困るんだけど、中にというよりは低く見ようっていうよりは、むしろタタタタン、ちょっと専門的に言うとタタタタンって書いてあるんだけど、タタタタンっていうモチーフっていうんだけど、野暮な話なんだけど、で構築されてるっていう、その構築美の方を評価するっていう方向性の方がやっぱり研究しやすいの、うんうん、しやすいし実際取っかかりがあるのね、うん、そういったものを俺は忘れないようにしようかなみたいなところがちょっとある、うん、わあ、少し伝わった、うん、譜面を文学的に見るのね。そう、あのね、うん、音楽を批判する言葉として、うん、これは文学的であるっていうのは批判言葉なんですよ。あ、そうなの？そう、文学的であるっていう表現は、こんなのは文学じゃないかっていうのが、うん、じゃあお前文学って何なんだよっていうのはちょっと置いといて、うん、割と悪口として使える言葉なんですね。って言った時に、うん、文学でもいいんじゃないの、うんうん、まあ、まさにさっきの定義の小心者の話なんだけど、じゃあ文学って何って言うとまたすごいことになると思うんだけど、で一方でちょっと話をまたこれどんどん泥沼化するから、例を挙げるとなんだろうな、龍神君とも、まあでも聞いてる人とかでも分かればいいわけだから、例えばドビッシーっていう作曲がいて、ドビッシーを聞いてうっとりする女の子ってのは多分今でもどこかにいるはずで、モーリス・ラベルを聴いてうっとりする、うっとり今夜だけども、今現在、部屋で一人で、まあ、女の子じゃなくてもいいんだけど、モーリス・ラベルを聴いてうっとりしている女の子はいるはずで、それはそういう風にできてるからなんだよね、うん、すごく飛んだけど、で作家のセンチメンタリズムと作品のセンチメンタルっていうことに言うと、音楽って乖離することが可能で、つまりまるでアンパン工場のようにセンチメンタリズムを作ってしまうことが可能なわけよ、技術的にね。っていった場合に作り手、まあ、じゃあドビッシーとラベルの作品を出した時にすごくセンチメンタルを感じたとしよう、ピアノ曲なんでもいいんだ、ラメルロアでもピアノ曲じゃないんだけど、まあ、元はピアノ曲なんだけど、ラベルって感傷的な気分でそれ作ったのって分かんないんだよね、うん、そうだね、うん、で音楽の怖いところって音楽ぐらい感傷的なものはない、
はずなのに、作家のそういう鑑賞の湿度を受け止められるかどうかっていうとかなり怪しいっていう、うん、俺それはね、センチメンタルと音楽っていうことに関してはもうそれが俺の一番ネックなとこね、うん、さっきほらお映画音楽の話したじゃん、うん、で映画って大体さ悲しい場面もあれば楽しい場面もあってさ、うん、一本の中で大体喜怒哀楽が入るでしょ、うん、やっぱそうすると悲しい音楽とか喜怒哀楽のシーンに沿った音楽が入ってくるわけじゃん、うん、そうするとじゃあね、作り手はそのセンタリズムを同じように感じているのかっていうと、一つ確かなことは、ね、悲しい曲を作るときに悲しい気分である必要は全くないわけね。そうだよね、うん、いやむしろその逆もね、ありなんだよ。悲しい気分のときに悲しい曲ができるってこともあるでしょう。イコールではないよね。だけどもまあその悲しいっていうさ、ドミソが嬉しくて、あのドミがフラットなのが悲しいっていうのはやっぱり一種の文化的なコードっていうところがあるから、うん、そこもまた難しいんだけど、まあ漠然とした話であれば、そのまあドミフラットとそうでマイナーな和音で作られたものが、まあ、悲しさだったりとか、あるいは演歌であれば何か力拳だったりとかっていうのを感じさせるっていうのは、その作家の作家が拳を感じていたかどうかとか、作家が悲しかったかどうかっていうのは無関係に存在してしまうっていう、すごい恐ろしいことがあって、まあ、でも実はそれって俺もね、絵を描いたり写真撮ったり映画を撮る人じゃないからわからないけども、特に映画なんかそうじゃないの、うん、つまり悲しいシーンを撮るときに、まあ、演じる人はわからない、ね、そういう気分にならなきゃいけないのかもしれないですけど、脚本家とかあるいはカメラマンとかっていう人たちが悲しい気分なのかどうかっていうと分からないよね、うん、でそれをね突き詰めていくと、じゃあ一体作家って何なのってことになっちゃうわけ。っていうか作家はね、例えば、まあ、職業的に、まあ、自分の作りたいものって何なのってところに最後に行くんだけど、この話は作りたいかどうかは別として、いろんな会社に入っていわゆるそのアートで磨いた技術をお給料としてもらうこと可能でしょ。でもそうじゃないっていう風に選んでる人間は結構多いはずで、で音楽大学や美術大学やいろんなところで、いやそうじゃない道を行こうっていう風に志してる人はたくさんいるはずなんだけど、じゃあ一体その自分のね好きなことを受け止められてるかどうかってすっげえ怪しいんだよね。でもまあそれってすごくミルフィーユみたくなってて、その自分がやりたいと思ったコンセプトを実現することに対する喜びっていうのは絶対あるはずなんだよね。だから俗に言われる感情を表現したいっていう、まあ女の子っていうとまたねすごく、またねそれはもう俺の強がり、強がるってことは小心者だから許してちょ、まあ、言ったとして、自分の感情を表現したいっていう時に、果たしてそれは感情を表現できてるのかっていう問題があるんだね、じゃあ、 あの牛ちゃん、は牛ちゃん、牛ちゃん、うん、本名知らないんだけど、あのボクシングかかってる人、篠原牛を、うん、あれさ、はい、あの作品からは、まあ、俺作品だけを眺めたことが残念ながらないんだけど、ないっていうか、まあ、不勉強しないんだけど、てか不勉強ってつけるあたりが俺の小心者のあたりなんだけど、あの牛ちゃんが殴ってるっていうそれだけ見ると俺一つになってる気がするの、うん、だそうじゃなくて、まあ分かんないな、どうなんだろう、あの線がいいとか言えばいいのかな、線に勢いがあってそこには牛ちゃんのエラビーターが込められてる、多分ね、僕実物見たことあるんだけどね、あの殴ってるっていう事実を知らないで見た方がね、多分いい、あれは。作品よ、うん、あ、そうなんですか、うん、なんかね、殴ってるって知らなければ何者かと格闘してたってことは伝わるんだよ。ああ、なるほど、うん、痕跡から痕跡として、絵画の絵画の世界、絵が描いて戦ってるのか何が戦ってるのかは分からないけれども、何か戦ってるっていうのは伝わるんだ、殴ってるっていうのを知っちゃうと、あ、殴ってるんだ、もろ戦ってるじゃん、素でね、素で俺そこがいいんじゃないのって思うんだけど、思うけどね、うん、それちょっとね、絵として見れなくなっちゃうところがあるし、生地しちゃうと、うん。